この方ですね、目の下にクマがあってクマ取り手術をしてほしいっていうことだったんですけど、なんか普通の方のクマと違うなっていうことで、もしかしてヒアルロン酸をね、過去に目の下に入れたことがあるんじゃないかなっていうことで聞いてみたところ、何年か前に目の下に入れたってことなんですよね。なのでこれはヒアルロン酸が膨らんでることによる、まあ、クマではないかなっていうことで、一旦で溶かした上でクマがあるかどうかね、評価しようかなと思って、最初にですね、ヒアルロン酸を溶かす手術をする方針としました。これ何現象って言うんでしたっけ？チンダル現象っていう言われてる現象ですね。まぶたの表面って皮膚薄いので、汗がここに、ね、溜まっちゃうと青白く透けてるみたいなね。それじゃないかなっていうのを見た瞬間僕分かったんで。見た瞬間っていうのを強調されますね。見た瞬間ですよ。まあ人によってはここに、ね、ニコちゃんマーク書く人がいるんだけど、僕はニコちゃんマーク書かない方なんで。ハート書いてください。本当に大丈夫。OK。で、まあね、何年か前のヒアルロン酸がね、残ってるなんておかしいんじゃないかっていうことをね、思われるかもしれないんだけども、ヒアルロン酸って結構ね、特に目の周りとか、何年もヒアルロン酸残ってること結構多いんですよね。特に涙袋とかね、よくそういう経験ありますけども、基本的に、結構残ってると思ってもらっていいです。全てが吸収されるわけじゃないってことですね。今これ何の注射してるかっていうと、ヒアルロニダーゼというね、注射をしてます。ヒアルロン酸が入ってるであろうところに、プスプスですね、注射をしていって、ヒアルロン酸を直接溶かす注射をしてるわけですね。ある程度こう注射したらマッサージをして、ちゃんとヒアルロニダーゼがヒアルロン酸の周囲に行き渡るようにしてます。これもね、注射した瞬間で溶けてるんですよね。でも柔らかくなってるんです、この時点で。ただ注射してすぐ吸収されるわけではないので、注射してからまあ1週間ぐらいねかかると思ってください。先生、これ何も聞いてないし触ってもいないのに、見ただけでヒアルロン酸入れたことあるよねって言ったじゃないですか、うん、なんでわかったんですか？なんで美容系会議やってると思ってるの？やっぱり僕クラスになっちゃうと、見た瞬間これがヒアルロン酸かどうかって分かっちゃうんだよね。患者さんなかなかこう自分が何してきますとか言わない時もあるんだけど、聞いてみると、あ、実はヒアルロン酸何年かも入れてたことあるんですね、やっぱりあるわけよ。そしたら、あ、じゃあ一回ヒアルロン酸溶かそうかっていう提案ができるわけだよね。分かんない先生がやっちゃうと患者さんにとって良くない。つまり先生に何の施術を過去にしてきたか隠したところで無駄ってことですね。まあその通りです。一つリスクとしてアレルギー反応を起こす方がいるんですけどね、製剤によるんだけど100人に1人から、まあ、1000人に1人ぐらいって言われてます。仮にアレルギー反応が起きた場合は、逆に腫れてしまったりとか赤くなったりとか、ね、する可能性があるんだけど、まあ、その場合はアレルギーのお薬もありますので、まあ、そういう対応になるかなと思います。当院ではハイラックスというアレルギーを起こしにくいヒアルロニダーゼの製剤を、採用しております。ヒアルロン酸を溶かす動画って YouTube に多分あんまないかなと思うんですよね。検索したら先生の動画が一番最初に出てくるってことですね。もしかしていっぱいあったりしてないであろうっていう予想で今作ってるんだけど、実際ないかどうかはちょっと見てなかったけど、大丈夫。これうちのスタッフなんですけど、目の下が膨らんでるわけ、こう両方ね、ひどいことにボンボンっていうあだ名がついてました。でもいいよね、ボンボンじゃなくなってただの可愛いあだ名になりましたね、うん。では施術後の経過を見ていきましょう。この翌日なんだけど、結構もう引っ込んでるよね、ボンボンが。これ涙袋が出てきてるもんね。で、これね、この方すごいメイクが上手で、めっちゃこれ左内出血してるじゃん。でもメイクしたらあまり分かんないじゃん。この方のメイクの技術はすごいなって。1週間後ですね。ほとんど分かんないですよね。綺麗に膨らみが込んでますよね。1週間でもまだ少し内出血はありますね。2週間。ほぼ完成じゃないですかね、これ。これはやってよかったと思うんだけど、もし僕じゃない人がね、これを見て、じゃあ、クマ取り手術しましょうってなった場合に、いい結果にはならなかったと思うんだよね。では先生、ありがとうございました。ありがとうございました。